ホワイトボックスとは、特定のブランドを持たない、ノーブランドパソコンや、卸売業者や販売店、ソリューションプロバイダーなどが、自社のブランドを付けて販売する、プライベートブランドパソコンや、ショップブランドパソコンのことである。講義には、ナショナルブランド以外の中小例再企業が組み立て、販売しているパソコンの総称であり、競技には、デスクトップパソコン型のホワイトボックスを指す。 なおノートパソコンをホワイトブック、タブレット型パソコンをホワイトボックスタブレットと呼ぶこともある。またホワイトボックスを組み立てるメーカーのことをホワイトボックスビルダーやシステムビルダーと呼ぶこともある。ATX ミドルター型ケースを採用した典型的なホワイトボックスパソコンの例。ホワイトボックスの本来の意味は仕様が公開されていることである。 1980年代に発表された PC-AT5 換気は部品の仕様が公開されており、その仕様に従って作られた部品を世界中から安価に調達してパソコンを組み上げることができた。ホワイトボックスはこの仕組みを最大限に活用して、問屋などの流通経路から汎用部品を調達し、 受注生産で組み立てたパソコンである。一方、大手家電メーカーなどのナショナルブランドは、部品メーカーと直接交渉して、専用部品や汎用部品を調達し、見込み生産で組み立てたパソコンである。ホワイトボックスの方が製造のリードタイムや納期、部品調達の柔軟性に優れており、在庫が発生しない。また、ホワイトボックスは、 パーツ単位まで分解して切り分けるとほぼ全てが汎用部品やベアボーンなどの既製品やパーツメーカーが業務用向けモデルとして設計、製造した汎用パーツでこれをベースとして組み立てられていることも特徴で大半の製品の構造は同様に汎用部品を使用して組み立てる自作パソコンに似通っている。製品の規格 開発の部門もいわばパソコン組み立て業のそれに特化したものになっているため、設計や検証などの部門は省略ないし大幅に簡略化しており、専門知識や技術を持つ高度な専門職の雇用も最小限度で済ませ、ナショナルブランドと比べれば人件費やトータルコストを大幅に圧縮している。これがホワイトボックスメーカーの価格競争力の根源である。2000年代以降、 日本のホワイトボックスメーカーのトップ企業の生産規模は拡大し、一社で数十万台、年に及ぶものも現れた。これはナショナルブランドの買いグループに続くスケールであり、マイクロソフトや大手パーツメーカーが特定の大口取引者として何らかのプレミアを付与しているメーカーも日本国内に複数存在する。売上高は数百億円規模で上場して、 資金調達をしたり、企業グループを形成して、サプライチェーンマネジメントで経費を削減しており、かつての牧歌的な家内工業の時代とは別次元の競争になっているが、その反面でパソコン自体の生活家電化が並行して進み、また海外のパーツメーカーのホワイトボックスの日本市場への参入も相次ぎ、 国内の既存各社はいずれも販売数量や利益率の向上などに頭を悩ませている一面がある。ホワイトボックスはパソコン専門店が店頭で部品を一から組み上げて自作しショップブランドとして販売するイメージがある。確かに1990年代前半、中盤のドス V ショップではそのような形態だったようである。しかし1990年代後半から徐々に 産業化が進んだ。例えば、マウスコンピューターは1993年に、春日か市の自宅店舗、高島屋衣類店の一角で営業を始めたが、1998年には、株式会社化した。製造は、工場で行われるようになり、日立製作所とヨカ工場などに生産を委託し、ファブレス企業化した。その後は一転して、飯山を買収し、 自社工場として整備している。ホワイトボックス各社は自社工場を所有しており、例えば工事路は山口県山口市、パソコン工房は愛組むカスタマーサービスの工場で大量生産している。受注方式には BTO や CTO などがあり、CTO の方がカスタマイズの範囲が広いようである。工場では セル生産方式やライン生産方式で生産し、法人向けに大量のカスタマイズの手間を省く、コンフィグレーションサービスを提供している会社もある。一般にホワイトボックスでは大手電機メーカーのナショナルブランドが付けられた製品よりも低価格に設定されており、また低価格による競争力を確保しなければ立ち行かない。そのため、製造、物流や、これにまつわる、 各種人件費などのコストの削減はメーカーにとって重要な要素であり徹底される。メーカー各社は部品の共同購買の仕組みを作ったり、メーカー同士で合併したりしている。2007年には MCJ の参加にユニットコムが入り、両社で日本のホワイトボックス市場のシェアの半数を超えた。またパソコンの部品は陳腐化が激しく月に平均トからント。 最悪で30%も価格が下がり損が出るので、受注情報を10分単位で部品商社と共有する IT システムを構築する企業もある。以上のようにして作られたホワイトボックスはメーカー自身による通信販売がなされているほか、家電量販店やパソコン専門店に供給されており、店頭で販売されるものの多くは、店頭では 各社のショップブランドパソコンとして販売されている。例えば、マウスコンピューターは2003年度に約10社に対して約12万台を納品し、約180店舗で販売した。1997年、アメリカに格安、パソコンブームが訪れた。サブ1000ドル、PC と呼ばれる1000ドル以下のパソコンが、それまでパソコンを使っていなかった低所得者層や企業にヒットしたのである。 このパソコンは当時最新の MMX Pentium ではなく旧世代の Pentium や AMD イリッ i x のような互換 CPU を使うことでコストを下げていた。1997年以前は1500ドル以上が普通だったパソコンはコモディティ化しサブ800ドル PC やサブ500ドル PC までもが登場した。低価格化を推し進めたのは小売業者である。例えば、 マイクロセンターはサブ500ドル PC でなお馳せた。この PC は台湾メーカーに格安のマザーボードを作らせ国内業者に組み立てさせたホワイトボックスであり自社ブランドをつけて販売した。小売業者にとって格安パソコンは薄利多売だがユーザー層が広がったことで売り方次第では売り上げを伸ばすことができる商材になった。ホワイトボックスは 米国内で640万ユニットが販売され、採用手のコンパックよりも多く売れた。この状況は、従来の見込み生産のビジネスモデルでは想定外で、あり、周期的に陳腐化する在庫の損失を補填できなく、なった。有力な対策として、ホワイトボックス、BTO、チャンネルアセンブリが脚光を浴びた。チャンネルアセンブリとは、卸などの流通業者が、 BTO のようにパソコンを組み立てて販売することでメーカーや卸しの在庫を減らすことができる方法である。イングラムマイクロのような大手 IT 商社が積極的に行っており、そのための大規模な生産体制を整えていた。これを使ってホワイトボックスを製造することも可能であり、生産能力の活用策が考え出された。ターゲットは中小のシステムインテグレーターや 付加価値再販業者が中小企業向けシステムに組み込む利益率の高いパソコンやサーバーである。中小の自社生産よりも安いホワイトボックスを売り込むことで置き換えを狙ったが、デルもホワイトボックスを作って参戦し密度萌えの戦いになった。戦いは2000年代前半まで続き、その成果アメリカでは1990年代後半にパソコンの約40%。 サーバーの約30%がホワイトボックスになったと言われた。なおマイクロセンターのサブ500ドル PC の製造は台湾の精鋭電脳であり、イングラムマイクロはアメリカのソレクトロンである。これらはエレクトロニクスマニファクチャリングサービスと呼ばれる電子機器の自宅生産を行う企業であり、製造だけでなく企画。 開発を持ち総合的な製品受注を受け負うことができた。これらがパソコン業界の大拡張期を支え、世界中に新しい顧客層を生み出していった影の立役者であり、特に台湾の EMS 業界は中国に進出し、流星を誇った。日本でも家電量販店での販売が本格化し、 市場規模は大手電気メーカー各社によるナショナルブランド製品の10%と言われた。この時期、ソニーなどナショナルブランドメーカーの販売が低迷する一方で、デルなどの BTO メーカーやホワイトボックスメーカーが業績を伸ばしていた。ホワイトボックスは徹底した低価格路線ゆえに利益額にやや難があったものの、家電量販店にとっては競合他社と差別化を図り、 液晶モニターをはじめとする周辺機器をセットとして販売する商材としての魅力があり、またブランドイメージ維持のために自社製品を特売の目玉である激安商品に頻繁に用いられることを嫌う大手、電気メーカーの製品と比べれば特売用商材としても用いやすく、各店舗が毎週配布するチラシでも目玉激安商品として工場的に載せられていた。 パソコン専門店にあっても、増え続ける初心者に自作パーツを勧めるよりは、完成品のホワイトボックスの方が売りやすく、自作パーツをバラで販売した合計よりもトータルの利益額が多いことから、ショップブランドの推進に回った。将来的には日本もアメリカ並みの比率になると期待され、デジタル家電的なパソコンを普及させるために、インテルやマイクロソフトが本腰を入れた。 そのような状況下で、それまで様々なホワイトボックスメーカーの製品を取り扱ってきた、家電量販店業界最大手の山田電機が、国内ホワイトボックスメーカーのフロンティア人材を子会社化し、この業界に本格参入してきた。また、同年には、家電量販店やパソコンショップのショップブランドの EMS として、急成長した MCJ がマザーズ市場に、 株式上場を果たした。このような形で経営規模が巨大化した国内、海外のホワイトボックスメーカーは、マイクロソフトやパーツメーカーとの上位パートナーシップを締結し部材の大量一括仕入れを実現し、OS 込みで4万円前後の価格帯の製品を競って投入した。他方で、このようなメーカーの販売力強化と価格破壊に対して、 業界例明期から続けられてきたパソコンショップが店舗単位で BTO を受注しパーツを調達し組み立てるという小規模なショップブランドは価格競争や製品の安定供給能力といった面で全く対抗できずそのほとんどが成り立たなくなるかチェーン単位での OEM モデルに切り替わっていったアメリカでは引き続きデルとホワイトボックスが人気で 2003年から2004年頃までのパソコンの売れ行きは非常に良かった。中小企業向け市場はデルが投入した小規模オフィス向けホワイトボックスパソコンが中途半端な完成度で不評をかぶり結局システムインテグレーターが守り切ったようである。ビジネス向けもホワイトボックスサーバーが人気でユニックスサーバーが2位、PC サーバーは1位の売れ行きだった。デスクトップでは マイクロソフトの大手優遇策への対抗手段として、Linux に期待する声が上がったものの、普及のスピードは非常に緩やかであり、2010年代の時点でも、シェアは1から2%程度にとどまっている。中国では、ホワイトボックスは、ケンス型機と呼ばれ、中間村のパソコン専門店などで客が、自作パソコンのパーツを選ぶと、目の前で組み立てて販売する方法が主流だった。 ソフトウェアは Windows や Photoshop の海賊版をインストールしてコストを下げた。海賊版にもいろいろなものがあり、例えば Windows XP の海賊版はバンカ花園の人気が高く、この他にラフクカエン版、シンド版、ウリンボクカゼ版、上海政府専業版などがあった。この頃の中国は軍を抜いた世界一の違法コピー大国で、 違法コピー率も92%という反乱ぶりだった。違法 CD は河南地方で大量に作られており、中間村の路上には行商人がたくさんいた。ただし、パソコン自体の売れ行きは好調で、早くも2002年には日本を抜き世界第2位のパソコン市場になった。この時期、日本のホワイトボックス市場から活力が失われていった。結果から言えば、 全体のパソコン出荷台数自体が頭打ちとなり、ナショナルブランドからダッシュできるシェア的伸びしろも国内ホワイトボックスメーカー側が期待したほどのものではなかったのである。一方で 200X 年代の日本のパソコン市場にはゲートウェイの E マシンズやデル、ヒューレットパッカードなどの外資系メーカーが次々と参入し、家電量販店でも販売を始めた。さらには、 ホワイトボックスメーカーに部品を供給をする立場で、あったエーサーやエイスースなどの台湾メーカーまでもが、パーツメーカーとして培った、知名度をバックボーンに完成品市場にも、本格的な進出をはじめ、競争相手は増える一方になっていく。国内ショップブランドパソコンの一大 EMS となっていた MCJ も一時は赤字に転落し、事業所の移転集約やコスト削減に追われた。中国は、 世界最大の組み立てパソコン市場だったが、北京オリンピック前後で状況が変わり始めた。格安のネットブックが登場し、経済発展によってメーカー製パソコンにも手が届き始めた。一方で違法コピーの取り締まりが厳しくなり、万華花園の作者が逮捕され、パソコン販売店のコート3方がマイクロソフトに訴えられた。それも影響したか中国の組み立てパソコン市場の 成長率が鈍化した。一方で中国の月収は2万円程度であり、メーカー製のパソコンには手が届かないという意見もあった。世界的に言えることとして、2000年代後半はノートパソコンやネットブックが急激に普及し、両製品を比較すれば、過半生に難があるホワイトボックスにとっては厳しい時代だった。ホワイトボックスのシェアは、 世界的に減少しているという説もある。パーツメーカーからは、ノート型のホワイトブックも登場し、ホワイトボックスパソコンメーカー向けの OEM モデルも用意されたが、ネットブックと競合するホワイトブックは、小型のものほど注目を集め需要が高い反面で、各パーツの物理的な制限が厳しく、市場やパーツメーカーから安価に大量買い付けできる。 余剰部品の流用では対応しきれないというネックを抱えていた。また、ホワイトブックは、その小ささに比例して、組み立てやパッケージ梱包などといった作業が細密になり、作業効率が上がらないという問題も抱えている。中国では、組み立てパソコン市場に陰りが出て始めた。メーカー製パソコンの価格が5万円台まで下落し、共働きの大家族なら月収で購入できる。 金額になった。しかし、中国人にとってのパソコンは、ステータスシンボルという一面もあり、ホワイトボックスパソコンは、メーカーブランドの製品よりも一大格下に見られる、風潮があり、結局は、あらゆるジャンルのパソコンで、元、IBM のレノボにばかり、圧倒的な注目が集まる状況になっている。違法コピーの蔓延は、未だ深刻であり、販売規模が大きいだけに、 損害額も世界第2位と巨額ではあるが、率だけで見ればトップ10県外に出た。もっともパソコンの売れ行き自体は好調であり、2011年にアメリカを抜いて世界第1位のパソコン市場になった。インドでもパソコン販売は好調であり、2010年時点では年20%の成長率があった。世界ではノートパソコンが人気だが、インドでは 初心者を中心にデスクトップパソコンに信頼感を持つ人が多く、売れ行きは均衡している。デスクトップパソコンの約半分は組み立てパソコンである。Windows 7の海賊版が100から500円で売られているが、海賊版は闇市に行かなければ手に入らない。またパソコンはビジネス用で、オフショア開発では欧米企業からライセンス貸し出しがある。 そのせい果インドの違法コピー率は中国よりはまだ低く済んでおり、中国市場に対してはサジを投げた格好のマイクロソフトもインド市場に対しては関心を持っているという。世界的に見ればクラウドコンピューティングに注目が集まった。クラウドは大量のラックマウント型サーバやブレードサーバで構成されており、その特性上、小型で低消費電力、低価格であることが優先される。 また顧客ごとにカスタマイズする必要があり、メーカー製の既製品ではコストや用途が合わない場合がある。そのため、インテルセルバーシステムのようなベアボーンを使ったり、ODM 方式で作った専用のホワイトボックスサーバーが好まれている。例えば Google や Facebook のサーバーの一部は台湾の広立ち電脳の ODM である。生産規模が大きいほど、 規模の経済が働きコストが下がるので、大規模可視化戦化が進んでいる。2007年当時はこれ以外に、工人社、PC デポコーポレーション、ソルダムなども大手だったと言われる。この他にエプソンダイレクトなどがある。ソリューションプロバイダー向けの雑誌、CRN マガジンの50リーディングシステムビルダーズによると、生産数第1位は、X コンピューターシステムズである。 2005年にデスクトップ型14万台、ノート型1万7500台、サーバー1万5000台、ストレージ1000台を生産した。第2位はノーザンコンピューターテクノロジーズでデスクトップ型6万600台、ノート型3600台、サーバー6000台、ストレージ1200台、他3600台を生産して4200万ドルを売り上げた。 第3位のボールドデータテクノロジーはデスクトップ型22000台、ノート型240台、サーバー5000台、ストレージ10台、他43000台を生産して、売上高が2億4800万ドルだった。これらの会社は、マイクロソフトのプレスリリースや NVIDIA のサーティファイドシステムビルダーズや、コンピューターマニファクチャラーズ、インテルのソリューションサミットなどでも見かける。ありがとうございます。